はようございます。今日は弓道の基本、何段になっても必要なものは三重十文字と足踏み。三重十文字というのは骨格によって肩の線が歪んでしまって生活をしていらっしゃる方もいるので、それでこう肩を上げたり、私もやってます。私も右側が下がっているので上げてみたり顔をこうずらしてみたりするんですけれども、それもなかなか弓を引くときには力がかかってしまうと歪んでしまいます。そこで私は一つ工夫をしました。私は右足が若干短いです。骨盤の位置が違うので短いです。そこで工夫したのは足袋。ごめんなさい、座ります。こちらに私は足袋を何枚も重ねています。短い分、ほら、短い、足が短いのでここにいろいろ入れてみましたけれども、違和感があったので、もうちょっと古くなって破れてしまったものとかを吐いて、こんなみっともな行儀が悪い姿でごめんなさい。そしてもう一枚、何枚も重ねて、最後には一番大きい綺麗な足袋を履いて、違和感がないようにしています。こちらは普通に1枚履いた上に、こちらのは若干5ミリぐらいは分厚くなっていますので、立った時に違和感がないように工夫しています。もしこちらの足がこう腰を歪んでしまって直そうと思ってもなかなか骨は治らないので、足旅の中で工夫してみてください。そうすると腰も痛くないし、痛くならないし、いろんな部分の支障が楽に弓が引けるようになると思います。ぜひやってみてください。やってみてください。工夫をすればするほど弓が楽しくなります。